日本で住むかい。命乞いじゃったら踊りは来いって言うたり。わしが二代目になる言うことで面倒見てもらえんですか。子守は必ず取ってきますけ。バカ。踊りは男らしゅうせえや。親分がおらんでも戦うんが子分じゃないんかい。お。そうか。ほんならしかたないわい。じゃったら神話界との縁組がはっきりするまでの間、 赤字組の門徒は大手くれなや。なんでよ。親父が、だらしのうて、敵味方の筋が肩叩き。こっちも安全保障つけとかな、なるまが。お。まあ、見とれ。いずれわしは山盛りを潰しちゃるけん。そん時は真っ先にそっちゃを的にかけちゃるけんの。取る言うなら今ここで取りないや。お。